零零七、慰めの報酬は、2008年のスパイ映画。イーオンプロダクションズが制作した、ジェームズ・ボンドシリーズの第22作目にあたる。監督は、マーク・フォースター、脚本は、ポール・ハギス、ニール・パービス、ロバート・ウェイドで、零零七、カジノロ・ロワイヤルの直接の続編であり、ダニエル・クレイグが架空の魅力長法員、ジェームズ・ボンドを演じる2作目の作品である。 タイトルは1959年に出版されたイアン・フレミングの0075の冒険に掲載された短編小説から取られたものだが本作にはその物語の要素は一切含まれていない。2008年10月29日にオデオン・レスター・スクエアで初公開されクレイグの演技やより暗く厳しい現実的なトーン映画のアクションシークエンスなどを 主に評価しながらも、前作、007、カジノロワイヤルに比べて印象が薄いと感じられるなど、総じて賛否両論の評価を受けた。2016年9月現在、全世界で5億8900万ドルを稼ぎ出し、インフレーション調整なしの、ジェームズ・ボンド映画としては4番目に高い、工業収入を記録し、2008年の7番目に高い、 興行収入を記録した作品となっている。本作に続いて、007スカイフォールが公開された。前作、007カジノロワイヤルからの続編となる。前作のラストシーンの直後からストーリーが始まる。設定とされている。相変わらず組織から理解されずにいたジェームズ・ボンドは、将来を近い合いながらも、ベネツィアで死んだ英国金融活動部のベスパーを、 操っていた男、ミスター・ホワイトを唯一の手がかりとしてその背後にある組織を探っていた。場所はイタリアのことシエーナ。ボンドは謎の組織の車と激しいカーチェイスを繰り広げた。その後、なんとか銃撃をかわしてミスター・ホワイトを M の元に連行するも尋問中に仲間内で突然の裏切りが起こる。結局、ミスター・ホワイトは 裏切り者の手引きにより、逃走、ボンドは裏切り者を追跡の末、生け取りにせず殺してしまう。だが、裏切り者の残した手がかりからボンドは、ある一人の男の存在にたどり着く。エドムンド・スレート、この男は、裏切り者が残した紙幣と同じ連番の紙幣を、所持しており、その紙幣は、ルシフルの違法取引に使われたものだった。ボンドは、 ロンドンからスレイトが滞在しているハイチのホテルに向かう。ホテルでスレイトの部屋に押し入ったボンドは、またもや生け取りにせず殺してしまう。手がかりを失い、途方に暮れるボンドだったが、スレイト宛に届けられた荷物がないかどうかをフロントに確かめてみることにした。すると、偶然にもブリーフケースが届けられており、ボンドは見た目の似ている、スレイトになりすましてフロント係からケースを受け取り、 ホテルを出る。すると、そこで、カミーユという女と出会う。スレイトになりすまし、彼女との商談をまとめようとするうちにケースを開けると、中には、銃が入っていた。スレイトは、地質学者ではなく、殺し屋だったのである。カミーユは、当然それを知るはずもなく、ボンドを突き飛ばすと車で逃げ去る。ボンドは尾行していた、監視役の男からバイクを奪い、 ドミニク・グリーンというフランス人実業家にたどり着く。この男の表の顔はグリーンエコロジーを歌った NPO 法人グリーンプラネットの代表者。しかし裏の顔はヨーロッパと中南米を行き来し利権のために元ボリビア軍事政権トップであるメドラーの将軍のクーデターを支援する巨大組織の幹部であった。一方、 かつてメドラーの将軍に家族を殴り殺された女、カミーユもまた、復讐心を秘めて、グリーンに近づこうとしていた。グリーンは、ボリビアの天然資源の採掘利権を餌に秘密裏に、CIA 南米支局とも連絡を取っていた。この利権をめぐっては、様々な駆け引きが裏で繰り広げられており、そこには、英国の政府の中枢部の一部も関わっていた。 そのためボンドは、祖国や味方であるはずの組織からも追跡を受け、犯罪の濡れ衣まで着せられてしまうが、鋼鉄の意志を曲げず、今や自分を始末しようとする CIA の追ってからも、逃れながら、神ーユと共に、天然資源利権の背後にあるグリーンの陰謀を、阻止すべく立ち向かっていく。各数軸国に陰謀を通じた投資を圧戦する、組織の名前として、 タイトルのクアンタムが使われ、ミスター・ホワイトや、ドミニク・グリーンが俗し魅力中枢にも要因が送り込まれている。主人公のダニエル2019年12月18日発売の007ダニエル・クレイグ 4K ウルトラ HD ボックス8枚組、ブルーレイの 4K ウルトラ HD ディスクには3種類の吹き替え版をすべて収録。ボンドガールに選ばれたのは若手のオルガ・キュリレンコだった。 彼女は15歳の時にモスクワに引っ越し、16歳の時にはパリに移住した。1996年、彼女はパリに拠点を置くマディソンのモデルエージェンシーと契約を結び、広報担当のバレリー・ローゼンと会った。翌年、18歳までに彼女はボーグとエルなどのファッション雑誌の表紙に登場した。彼女はマダム・フィガロと マリクレールの雑誌の表紙にも登場した。彼女は、ベベ、クラランス、およびヘレナ・ルービンシュタインのブランドの顔にもなった。彼女はまた、ロベルト・カバリリと、ケンゾービクトリア・シークレットのカタログにも登場した。1998年に彼女は、フランス系アルジェリア人で、ライスタイルのシンガー、フォーデルの曲にも出演した。彼女の演技出演の一つは、 2003年にシールのミュージックビデオラブズ・ディバインに出演である。その後、彼女の映画女優としてのキャリアは2005年にフランスで始まった。薬指の標本パリ、ジュテーム、ヒットマンなどの映画に出演した後に彼女はボンドガールに選ばれた。ネット上のアグリゲータレビューであるロッテントマトズは293件の口コミをもとに して65%の支持と平均評価6.16、10を与えた。このサイトの重要な評価は、残酷な、クアンタム・オブ・ソラースは、熱狂的なアクションと共に、穏やかな感情を提供するが、カジノ・ロワイヤルに続いて、この映画はまた少しがっかりさせた。メトクリティックサイトは今後または平均レビューにおいて、48人の、批評家により、 100のうち58の過重平均スコアをつけた。三代目ボンドを演じたロジャー・ムーアは、まるで長いだけで、まとまりのないコマーシャルのようだ。と否定的な評価をした。上映時間は、シリーズ最短の、約106分で、ボンドの決め台詞、ボンド、ジェームズ・ボンドは登場しない。ストーリー中で英米の情報機関、政府内の暗部を取り上げている。 また以前のようなアイディア満載の奇想天外なボンドグッズはほとんど見られず、その代わりに多機能携帯電話が情報収集や調報活動に活躍するなど時代の変化も顕著に描かれている。映画の中に出てくるボリビアの水資源をめぐる策略も水の危機という世界的問題のほか、ボリビアで起こった水道ミニ映画とコチャバンバ水紛争という 実際の事件に基づいている。タイトルデザインはダニエル・クラインマンに代わり、フォースター監督作品、主人公は僕だったに参加した MK12 が担当。新しい試みと原点回帰の両方が盛り込まれている。MK12 はミロク本部のテーブルや大型モニターに映る多数のモーショングラフィックも手掛けた。シエナ、ポルトー・プランス。 ブレゲンツといった地名のレタリング制作は、ジャッカルのメインタイトルも手掛けたトマットフィルムである。シリーズ最多の6カ国で撮影された。本作の撮影中はトラブル続きであった。工述の車両事故のほかチリでのロケでは、撮影に反対する現地の町長が車でセットに乱入し、逮捕される騒ぎが起こった。また、ボリビアの副教育文化省は、 作中に、ボリビア人とされる、麻薬密輸業者が登場することについて、プロデューサーに抗議文を送った。さらに、ダニエル・クレイグは撮影中に指に負傷し、顔にも八針縫う傷を負って、撮影終了後に、美容整形を受けた。ボンドカーは、オープニングで、激しいカーチェイスを繰り広げた。なお、 2008年4月19日午前6時、イタリアのガルダ湖でのロケのため、スタントマンが DBS を撮影場所まで移動させていたところ、コントロール不能になって車ごとこに沈んでしまうというアクシデントが起きた。車の引き上げの模様は、衛星テレビのスカイイタリアで放送された。スタントマンは救助隊に救助され、軽傷ですんだが、この時撮影に使える DBS は、 湖に沈んだ一台だけだった。事故はそれだけでは終わらず、アルファロメオが大破した三度目の事故では、スタントマンの一人が渋滞に陥った。2008年10月29日に、ロンドンで開催された、ザ・タイムズ・ブフィー、ロンドンフィルムフェスティバルで、プレミア公開され、2008年10月31日には、イギリスとフランス、スウェーデンで、一般公開された。 欧州では007日なんで11月7日に公開した国が多い。日本では他国から2ヶ月ほど遅れて2009年1月24日と世界で最も遅く公開された。007シリーズの放題が英語のカタカナ表記ではなく日本語となるのは1989年公開の007消されたライセンス以来。前作同様配給は ソニーピクチャーズエンターテインメントが担当したが、ブルーレイディスクと DVD の発売元は、ソニーピクチャーズエンターテインメントではなく、20世紀、フォックスホームエンターテインメントジャパンが担当しており、以後のソニー配給の MGM 作品でこの体制となっている。これは、ソニーが MGM 作品における DVD などの販売権を失ったからである。 ブルーレイは6月19日、DVD は6月26日と、ブルーレイが1週間先行して発売された。前作の大ヒットや、シリーズ初の続編など、話題にはことかかない状況だったが、各国の興行収入は思うように伸びなかった。また、作品評価も非評価やマスコミからは、低評価が多く、一般観客の評価でもメトクリティックの評価は、 前作の81点に対し、58点と大きく、下回る結果となってしまった。映画タイトルとは異なった、アナザーウェイツーライを担当したのは、アリシア・キーズとザ・ホワイト・ストライプスなどで活躍する、ジャック・ホワイトとの共演、007シリーズ史上初の、デュエットだったことなども含め、話題性は、十分だった。イギリスのチャートでは、最高位9位と検討したが、 アメリカのビルボード誌では最高位81位だった。また、同サウンドトラックアルバムはチャート入りしていない。人形ではなく、ジェマが実際に全裸で黒の塗料を塗られてベッドに横たわっている。ありがとうございます。